いい勝負だけ、みんなマイナスなんですね。現在おかぶさんがトップですけど、それでも2760玉マイナス。私となつみちゃんの差が500玉。もうすごくいい勝負です。てか全然トップに行けますね、この状況なら。本当誰が当てて、まあ、AT しかりラッシュに入れられるかっていうところですよ。トップのカブちゃんがマイナス2700なんで、6000発ちょっと、まあ、7000発ぐらいの差があります。まあまあでも万発出せば本当に余裕で一番上に行けるので。これレア役じゃなかったらいい。あ、いいいい、当たったんじゃない。当たった。あ、いただきます。当たりました、当たりました。おラストチャンスかな。セカンドスタートであれ。わあ、白。いやー、もうレア役強チェ。多分いったと思う、これ。いけた、いけました。まあいいよ、5行。まあ10ゲーム少ないですけど、いけると思う。よし。協力はしてあげるわ。よし、ここ頑張れ頑張れ。大丈夫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 。よし、あと1個。フラットに行けばいける、フラットに行けばいける。おー、いった。最後だから満月だと思った。なんか意外と満月が最後の最後でやれると思う、流れで言うと。お、1/2、ゴー。あー、これ何、これに、お、いった。結構序盤に満月取ったのでかいですね。これ伸ばそう。けどどうなんだろう、初期ストックみたいな。この子来てくれないか。あ、レア役でかいでかい。チャンス目。よし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 、スイカ。あ、よかった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 。頑張れ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 。ここ伸ばそう伸ばそう。ちょっと1人ダメだけどゲーム。おー、25パー取った。3ゲーム。いや、いいよいいよ、頑張ろう。いいよ、まあ、でもいけるかな、いけると思う。4、5、うんうんうん、どこでもいい。ここは嫌かな、左か右がいいかな。左、あ、右はちょっと嫌かも。おしゃしゃしゃ、75%。普通に冷静になればいける。 75% だって、普通に考えたらいけるんだって。ここでいけるのよ、 75% は。 75% ダメだったから、いや最後にね、キラキラダメだ。406枚。迷っちゃダメだよ。75% ダメか。やっぱ本当に AT がダメな日だな。まあでも最後にちょっと人盛り上がりあったんでよかったかな。終わった、終わろう、終わります。
え、あるんですかこの感じで。しかもアキラ、え、決めよ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 。導き出される結論まで外れたことないんですけど、外れたりとかあります？どうですか？ありましたよ。これ決まればまだわからない。131ゲームからリベンジ。マリエで引けたんだよ。アンキラでも引けるじゃん。じゃん。アンキラ。よし。素敵なの見れました。綺麗ですね、アキラの紫とここのね紫でね、ちょっとピンク寄りの紫。はい。革命をお願いします。最後に。音が、あ、よかった。はい、悔いなく終われそうです。入場番号悔いでしたからね。91番、話しも、こんな余裕のある革命ボーナスありますか。外れが怖くないもん、全然。どうぞどうぞ。残り10ゲーム、もう一回くれるの？あ、ホールド入る前に8ゲーム残しでした。いいね。うん、行くぞ。さてと、革命ボーナス中にだいぶレア役引いちゃいましたけど、まだまだ残ってるはずなんで取ります。はい、次。ここレア役でどうぞ。はい、レア役に頼らずに来ました。すごいドキドキしても面白いよな。はい、京都役ちょうだい。引くなら今よ。大丈夫。よし、やりました。ブンブンさぞ。時間がない、急げ。あー、よかった。2連続上位 AT です。一応あのさっきも入ったんですよ、実は。実はね、もうカットされてるかもしれない、なんなら負傷で終わっちゃったんで。よし、今度こそドライブ1回は引く。1000枚超えまして、あと15分、200ゲーム回してますからね。1400枚、うん、いいぞ。怖がらないこと、自信を持って。はい、6セット目。そっか、惜しい。1ゲーム早い。続くんで。予感ください。続くんで。そんな5セット6セット喜んでなんてないじゃん。もう笑っちゃうねえ。1ゲーム手前にチェリー引いたんだ。はい、ありがとうございました。戻さない。2連続幻だったってことでいいですか。一応のギリギリ3枚プラスになってますけどね。これでも引き戻し見たら足りなくなるかもしれない。何やってるのね。2連続上位 AT ってすごいことなんだよ。
信じらんないよ。はい、ということでタイムアップでございます。上位エイティ2回取りましたが、思うように継続せずで終了となります。なんだかモヤモヤするんですけど、一応プラス域にはいますので、他の皆様がどうなってるのか、ちょっと途中結果今日は見れなかったんですけど、様子も伺うことできなかったんですけれども、結果を楽しみに待ちたいと思います。ありがとうございました。悔しいよ。で、先読み圧にしてるんですよ。 90% オーバーで、レパブルも来てるんで、これ今光ったの先読みでしたね。当該かなと思ったらリーチなんなかったんで、いやさすがに普通に考えて当たってくれるとは思うんですけど、私でもダメ神なんで怖いんです、全てが。でも本当お願いします、頼みます、お願いします。あ、逆にここで失敗するのいいですね。人類保管こっち行くんだ。さあ文字色、あー普通か、金だったら渡り良好でしたね。まあ、最終的な色ですね、緑だと寒いです。最終的な煽りの時に出るこの色ですね。緑のままはやめてくれ、頼む、赤になれ、本当頼む、マジでお願い。これはさすがに当たってくれるんじゃないかな。いきます、赤ボタン、よかった。ただ8、ありがとうございます。エヴァは優しいのかひどいのか分かんないですね。嬉しいです。でも8位です。でもまだ4万3500円ですね。あ、違う、待って、あーちょっと厳しいかな。あ、やっぱ、あら、ちょっとよかった、でも怖い、怖い、当たってくれるかな。なんか素直に喜べない、怖くて。なんかこれしてるから、この前掛けしてるから、もう私はダメ神なんだってすごい思ってるんで怖いです。でも頑張りますね。怖い、次回予告にします。今回もダメだ、私にはなすべきことがある。このタイミングの次回予告最高すぎる、ありがとうございます。こんな私に当たりを、嬉しい、ありがとうございます。本当にもう私のことをなんか褒めてくれるのはパチンコ台だけなんです。ありがとうございます、嬉しいです。頑張れって言われてる気がします。ありがとうございます。あー怖い、怖くて入れられない。悲しい、なんで引けないんだろう。しょぼいな、しょぼれんでした。渡ってくれただけでいいです、本当に。当たんないかと思ったんで頑張って。はい、ということで実戦の方が終了しまして、本当にダメ神っぽい感じの実戦でお送りしてしまいまして、いいところ見せれなくて本当申し訳ないんですけども、再開らしくエンディング迎えたいと思います。お疲れ様でした。
さて4万円を使いました。もう500円、1000円入れていきます。4万500円。もうなんか大移動した方がいいのかな、1回でも当たりを取りに行った方がいいのか。でも出玉を作ると考えたらスペックが軽いのに行った方がいいのかとか思いますけども、目指すは大や…あー、また入ってる。あー入った、先読みだ。緑だよ、赤とかになってほしいね。赤になったら一挙に期待度があるんで、先読み入ってます。なんかもうちょっと来てほしいけど、レバブルとかどう？レバブルとかはないね。変動開始でエア吹かないかな。絶望、どっち行くかみたいなやつですね。あーもうこっちよ、カシウスよ、やっぱりカシウス。本当にカシウスに行ってくれた。ねえ、もうお願いしますよ。熱い熱い、当たってほしい。参加当たってほしい。これはうわ、はいはいはい、だからね。ダブル入りましたよ。銀ですけど 78% とかそのぐらいですよね。ダーゼロッパーかも、強い。 83% ぐらい。あ、今金入りましたね。金入って三つ柄。暑かったですからね。ラスト、まだ時間はあるんで頑張ります。 SK はやれるということでマシンジ選びます。でもちろんね、あのいつも通り次回予告カスタムですね、入れていきます。楽しもう。最後変化保留、いいよ。青以外、緑、いやー、赤ボタン、はあ、ありがたい。はい、ドン、オッケー。早めのですね、12回転でいただきました。嬉しい。とりあえず1回取れたっていうのが大きいですよ。よかったよかった。目指せ1万発。1万発出せればまだファーストクラスの座狙えます。99分の1を引けばいい、大丈夫よ。次回予告出そうね、次回予告出しましょう。これなのよ、たまらなくないですか。もうこの次回予告カスタムこれなんです。本当にありがとう。はい、はあはあ、嬉しい。美しい。京都珍しいからね。はい、
2回目です。じゃあちょっとひとまず前にあるリノちゃんの背中を追いかけたいと思います。リノちゃんとの差がどのぐらいもあるのかわからないんですけども、さっきの段階で3000か。あ、じゃあもう本当にこのラッシュ次第じゃないですか。わかんなくなってきてますよ。ちょっと待ってね、時間やばいか。入れます。お、リーチになりました。一応チャンスアップは、本当にランクアップめっちゃ、しかも初号機でね。そうです、すごいです。 95% あります。1回転目だ。本当に本当にいいよね、大丈夫だよね。はい、すごい、よかったね、タイミング変えてよかったです。でも今4回目、まあ、8回いって満発なんで、あとまた倍やらないと使った分は取り返せない。4万500円ですからね、使いが。あ、保留連です。保留連です。襲撃が出た。おー、なんてことでしょうか。嬉しいですよ。いやー、産物だこれは、嬉しいよ。さあ、そのまま止まります。行きました。あ、これこうじゃなきゃ。まだまだ行きます。ひとまず使った分が半分ですね、半分返ってきました。気持ちいい。もうやめて、もうこの演出。いや、やめてほしくないけど、でももう最高すぎて素晴らしいよ。もうありがとう。あと2回当てれれば一応満発いけるので頑張りたいとこですけども、いや、満発は踏みたい。あと2回はあと2回でもう十分って言ったらあれですけど、もう十分なんで、あと2回頑張ってほしい。よし、もうネクスト1回で 88% とかそうぐらいあって、3回いけば当たりよ。あー、2回。あ、でも初号機か。はい、赤ボタン OK。7回目です。頑張ってます。あと1回で満発。これ保留連ないかな。保留連あったらもう最高ですけども、襲撃出ないかな。うわ、出ました。ちょっとわあ、本当にもう本当おしゃれ。もうこれで表示玉数は満発を超えるんじゃないでしょうか。まあ、持ち玉はまだ満発じゃないんですけど、
さあ無事1万発いきました。いいよ、もう一丁襲撃来ちゃってもいいんだよ。ないか。ただ持ち玉は万発超えたいんだよな。さっき8連でいいと言いましたけども、こうなると10は踏みたいです。はい、やっぱね、どん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 欲は出てくるものでして。まくった、まくれました、まくったよ。ほんとか。いやもうパチンコってすごい。にしても私は本当に始まりが遅いですよね。あの本当最後の方なんですよ。なんでこう朝から出せないのかっていう、まあ結果出てくれたから嬉しいんですけど、長かった。わお、何ですかもう。早い早い、すごくいい、すごいハイペース。思った以上にいい結果を生んでくれてます。こんななるとは思っていなかった。はい、記念すべき10回目踏みました。はい、10連チャンしたタイミングでもう実戦終了の時間となりました。なんとか自分の使った分盛り返しまして、ファーストクラスにもしかしたら慣れてるんじゃないのかなと。ちょっと他の方の動きが全然分かってないのでどうなのかなっていうところあるんですけども、なんとか後半は当たり2回引けて、S チームやれてということで、すごく楽しく後半戦は終えることができました。あとはファーストクラス取れてますようにということで、まあこれは後でね、はい、打ちますので、ひとまず、1万と2855玉獲得というところでエンディングに行きたいと思います。後半戦終了です。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、4時過ぎたぐらいから急激に事態が動き出しまして、それまではもう本当にどうしようかなと思うぐらい静かだったんですが。そうでした、はい、すごい静かでした。あの LINE、 そのグループ LINE を見てる限りはすごい静かだったんですけど、急激に事態が動いたと、はい、いろんな順位変動があったかと思うんですが、それじゃあ、午前中ファーストクラスのカブトムシゆかり様から順番に佐田発表お願いします。はい、佐田間ですね、105玉の、マイナス。あ、ま、マイナスです。でも継承、でも確かに確かに。でも今日1回もプラスになってた。でもすごい大変、頑張ってた。そうそう、ね、状況良かったからね。悔しいやつ。お昼と、はい、ほぼか。これです。数十玉、数十玉ちょっと変で、ね、それくらいちょっと あれなんですよ。頑張ってた。それ検討してた。うんうん。ちょっと努力が足りなかったかもしれない。努力でなんとかなるのか。はい、そうか。はい、では続いて2位、お昼2位の橘さん。はい、プラスの250玉です。おお、いや、拍手。いや、そうなんですけど、ジョイ AT2 連続入れてこれです。なんかね、すごい、あ、超革命入ったっていう報告が来て、おおと思ったら終わりました。それ2連続ですよね、そうですね、早っ。びっくりしちゃう、5セットと6セットでしたよ。こんな日もあります。こんな日も、あ、そうです。まあ、ああいう万枚出る日もあれば、そうです、こんな日もあると、そういうことです。わかりました、はい、プラスはプラスですから、はい、はい、よく頑張りました、はい、ありがとうございます、はい、では、はい、一応午前中3位の、神谷さん、はい、プラス2730円。すごい、ファーストクラスじゃん。どこで、何、どうしました。最後4時で当たってから4時で、すごい。今10連してて、残ってます、まだ。知らない、
そう知らない。もうリロちゃんの背中をもう…え、でも本当にそうだよね。とっくに駆け抜けてるじゃん。ここと差はなかったのに。そう、ね、あんまり、うん…そう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 。あとファーストクラスじゃんって言ってましたもん。もう感極まって先にもう言っちゃいますと。確かに。あ、そう、もう言っちゃいますと私あのめちゃくちゃ負けてるんで。すごい。めちゃくちゃ負けそうだ。もうここ言っちゃいますと、はい、だって4時の時点では、はい、もうまあお二人言ってしまえば全く差がないような。そうですね、そうですね、はい、で、まあ、4時ぐらいにお二人ともラッシュに入ったわけですよね、はい、先にちょっと先に入ったちょっと先に入って、でそしたら私も入ったんですけど、うん、私は2回当たって終わりで、はいはいはい、でも続いてるっていうこの差ですよね、はい、このやっぱりこのねダメ神なんで私は、はい、これのせいだね。えこれが好きなのか。そう、黒がダメです。私さ、ね、よくこれつけてからすごい落ち込んでんの。あすごいね、精神的にねグッときてんの。いやだ、ダメなんだってなりますもんね。そう、うん、私って本当にクソみたいな人間なんだみたいな。あなんてことしてるんだ。本当にそうなっちゃうの、これつけてると。でもすごい、あの達筆ですからね。全然嬉しくないんですなんで。確かにどなたが書いたんですか。誰が書いたんですか。本当に結構精神的に来てるんです今。落ち込んでるもんね、ちょっとね。本当に落ち込んでる。もうライター始めてから初めてこんなに落ち込んでる。本当になんてことしてくれたんですか。本当にやめてください。結構来てます。お払い行きますか。でも、いや、大丈夫です。それ大丈夫。じゃあ、あすみさんはマイナス。そうです、マイナス9000、はい、9000ぐらいかな。もう細かく言わなくてもどうせ負けてる。もうダントツビリなんで、はい、もうそんぐらいですね。明暗が分かれてしまう。そうですね、全然違うと。まあということで、はい、今回のファーストクラスは神谷玲子様です。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい、強いですね。本当にすごい、すごいですね。いやでも 大逆転というか、もう素晴らしい大まくりで。そうなんです、はいはい、2回連続です。あ、そうか、前回もそうですね。一応ちょっとアピールすると2回連続なんですよ。いや、良かったです。なんか朝からパチンコ行くと出ないっていうのを払拭できたんで、はい、そう。でもやっぱりちょっと時間はかかる。かかりますね。そう、かかるの。あ、でもまあ最終的にね、やっぱファーストクラスになったっていうのが大事。なったらいい、はい、なんでもいいでしょうね。なれればなんでもいいですよ。言葉が重い。まあ、あの神谷さんはね、ちょっとそんなところに座らせるのはもっと申し訳ないので。そうですね、ありがとうございます。椅子を、椅子をね、ご用意しました。ありがとうございます。はい、やっぱ床に座らせるわけにはいかないので。で、ブルーシートは半分に折りました。はい、なんか、追いやられてる。ね、ゴミみたいな扱いですね。本当に、ひどい。あ、でもね、これが順位をつけるということなので。そうですね、はい、次回はまた頑張ってほしい。ああいう風に泥沼にならないように。次回、はい、次回、はい、あ、でもあれですか、次回日程が、そうか、いないのか。そうなんですか。次回、なすみさんちょっとお休みなので。あら、あら、ちょっと2ヶ月、これを引きずって。そうですね。それはそれで嫌だ。そこでも、か、まあ、もしくは充電期間にしていただいて、ちょっとまた修行をしてきてもらって、うん、ちょっと充電させていただいていいですか。はい、で、まあ、神谷さんはここで素晴らしくなります、はい、そしてありがとうございます。お土産がありますので、はい、あ、じゃあ私が、はい、私がやらせていただきますよ。おめでとうございます。いいですか。ありがとうございます。はい、なんだろう。お、大きめの袋。なんだろう。わかんない。何？出ました。癒しグッズ。ネックケアでございます。すぐケアする。すごい癒してくれ。もうすごいね。毎回こういうのばっかり。そうだね。私もらってる。当たりますよね。うん、こちらがですね、ラルーナ温熱ネックケア、8662円の。高い。結構高いよね。すごい。いつもより高いんだ。うん、いつもより高い。まあね、あの10万人突破しましたので、はい、記念でございます。ありがとうございます。それでね、またケアしていただいて、はい、また来月もよろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。では続いて。2位の田島さん、はいはい、島さんにもお土産が。やったー、はい、だいぶサイズはちっちゃいですけどね、はい、いや、おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだ、え、なにロクシタン。あ、おー、いいね。ハンドソープ。なんか洗う系が多いですね、私は。確かに、前もなんだっけ、前シャンプーだっけ、なんかあの入浴剤とか。はい、ロクシタン、ロクシタンですから。あ、はい、ありがとうございます。洗っていただいて、はい、また来月もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。先に失礼します。お疲れ様です。3位、カブちゃん。はい、
あ、変わってる、カブちゃんってなった。ちょっと親しげな感じで、ね、親しげな感じで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あっさりありがとうございました、はい、お疲れ様でした、はい、PR 大使対決も、はい今思い出しましたよね。あ、そっか、やってたね、やってたね。PR 大使対決も負けましたので、負けました、はい、まあ、ちょっとまた次、はい、もし来られることがあったらなんかデータを考えておきますので、よろしくお願いします、はい、また来てください。引き続き PR はよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さよなら。ありがとう、お疲れ様、お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、ありがとうございましたちょっとまたこの時期この感じが戻ってきてしまったのかな。他ではすごい出てるんですけどね。あ、やっぱりあの1回だけでしたっけね、ファーストクラスでも良かったのが。良かったありましたっけ。なんか1万発ぐらい出た回があったんですけど、まあ、多分チーム戦だったと思うので。あ、チーム戦だとなんか、はい、チームの結果で覚えちゃう、はいはいはい、なんか覚えた。でそのチーム戦の時も確かチームとしては負けたんですよ。あ、はい、だからいろいろと、だから持ってないんですよね。そうそう、はい、持ってないんですよね、はい、多分ね。ただ私がちょっとね頑張らないとなっていう感じ。じゃあ頑張ってください。頑張らせていただきます。修行して出直して、はい、修行させていただきます。充電して、はい、5月また会えるのを楽しみにしてますので、充電させてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました失礼します。すごいすごいから元気に見えますよね。いやもうから元気じゃないと結構落ち込んじゃう結構来てますねありがとうございました。さよなら。さよなら。ありがとうございました。失礼します。